痩せたいならこれを食べてくださいね。この動画をご覧いただきますと、普段食べているお肉をこの食材に置き換えるだけでもうスルスルと痩せていくことができるんですよ。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと、とても嬉しいです。また今 LINE にご登録いただきますと、私が取り組んでいるこの腸活ダイエット、今すぐできる方法、動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画も LINE ご登録後お役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず一つ目の項目はこちらです。なぜこの食材に置き換えるだけで痩せることができるのかというその大切なポイントがあります。それは無添加だからなんですよ。例えばあなたが普段召し上がっていらっしゃるお食事のその食材の内容いかがですか？もしも添加物がたっぷり含まれているものを召し上がっていらっしゃったとしたらですね、あなたのダイエットがね成功しないんですよ。なぜかというと、添加物たっぷりのものを召し上がってしまうとですね、あなたの腸内環境がもうひどい状態になってしまうんですよ。もう例えて言うならもうこうドブみたいな、腐った状態になっていくんですよね。要はしっかりと腸がね動かなくなってしまう、蓋をかけてしまう。結果消化吸収がうまくできずに、ホルモンバランスがどんどん崩れていってしまって、もう太る一方という、そういったですねこう負のスパイラルへとあなたがこうどんどんですね入っていってしまうんですよね。それを一回断ち切るためには、以前の私もそうだったんですけれども、こういったなるべくですね添加物を取っている食事をやっぱ取らないようにこうシフトするっていうのがねすごく大事になってきます。でその添加物ってもいろいろあるんですけれども、注意すべきところは例えば化学調味料ってね書いてないんですよね。その代わりに何て書いてあるかと言いますと、調味料カッコアミノ酸などと書いてあったり、例えばパッケージに糖質ゼロとかノンシュガーとかカロリーオフとかですね、でも甘いんですっていう、そういったのは人工甘味料ですから、もうどんどんねその腸、臓器が弱っていってしまうんですよね。非常に良くないわけです。せっかくのダイエットの努力がもう水の泡になりかねない。そこで今回私があなたにご紹介するのは、こういった余計なもの、添加物がもう一切入っていなくって、しかもお肉の代わりになってくれるっていうこの優れものなんですよね。先ほど少しお伝えしましたが、そう痩せるためには腸内環境が整っていないと絶対に長期的に痩せることって、ね、できないんですよ。以前の私もそうなんですけれども、とにかく腸内が汚れてたらもう太る一方なんですよね。そしてその腸内環境をやっぱり汚してしまう食べ物っていうのがお肉になります。そもそも消化に蓋をかけるっていうことと、もちろんね良質のお肉だったらいいんですけれども、やはりその他の食材と比べたらどうしてもその腸内がこう腐りやすくなってしまう、食べ過ぎたらですけどね。お肉は適量であればもちろん栄養も豊富ですし、糖質も低いですし、すごくいいんですけれども、お肉そのものばっかり食べてしまわれると、やはりですね腸内環境に非常にやっぱり負担をかけてしまうんですよね。もうドブみたいにこう腐ってしまうわけですよ。ですからあなたの腸内環境をいかに整えることができるのかということで、そのお肉を召し上がってもいいんですけれども、その代わりになるもので補えたら一番いいと思いませんか？その食材について次の項目でお伝えしていきますね。はい、それではこちら2つ目の項目は、何をお肉に置き換えたら良いのかということで、今回私があなたにご案内したいのは玄米と大豆なんですよ。これ後から最後3番目でですね、どんなものなのかっていうのをねお伝えしますから、お楽しみにされてくださいね。もうすごくいいものね見つけてきたんです。でまずは玄米というのはもうとにかくビタミン、ミネラルが豊富なんですよね。ですからもしあなたが日頃白米を召し上がっていらっしゃるようであれば、もうすぐに玄米に置き換えていただきたいなって思うんです。もうそれぐらい白米は太るけれども、同じ糖質の量なのに玄米の方がやっぱりね痩せることができるんですよ。もうこれだけで全然違う。そしてなんと玄米を食べることで代謝が上がる、
ことができますから、代謝が上がれば結局あなたが取っているそのカロリーを燃やす力がアップするわけですよね。どんどん燃やしてくれる体になることができるんですよね。また食物繊維が白米の約6倍も入ってます。でこの食物繊維はもう必ず毎日召し上がっていただきたいんですよね。そうすることであなたの腸内にいるその痩せ菌たちの餌になるのがこの食物繊維なんですよ。なのでやっぱり痩せ菌たちだってご飯を与えてもらわないと育たないわけですよね。お腹すいたって、でもういなくなっちゃったら困るじゃないですか。もうこんなとこやれないって言われてもね困るので、やっぱり食物繊維が豊富なものを食べるのが大事。そして白米と比べて低 GI 食品ですから、これは何かと言いますと、あなたの血糖値を急上昇させるような白米とかパンとかあのパスタとかですね、ああいったのに比べて玄米というのは緩やかに上昇してくれる。その結果脂肪を溜め込む量が減らせることができるんですよね。ですからそのベースとなるのは玄米が含まれている食品だからっていうこと。そしてもう一つは大豆製品なんですね。この大豆というのはこの私たち女性には嬉しい効果がある、そう女性ホルモン、代表的なのはエストロゲンと言いますが、このエストロゲンと似た効果を表してくれるのが、効果があるのがその大豆なんですよね。大豆のそのイソフラボンというその成分がこのエストロゲンと似た効果を出してくれるんですよ。そのおかげで私たちはその脂肪燃焼効果を手に入れることができたり、内臓脂肪を溜め込んでしまうのを抑えることができたり、また悪玉コレステロールも抑えてくれるっていう、この効果ってすごくないですか。なので私たちは女性であり、女性ホルモンがあることでこんな風に恩恵を受けているんですが、ですがですよ、いかがですか。私もねあのアラフォーですけれども、その年齢とともにこのエストロゲンはですね、もうどん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 、ね、減っていく一方なんですよ。もうこれは誰しもね通る道ですからね、もう残念なんですけど、ある意味仕方がないことです。コントロール外のこと。ただそこで泣き寝入りするわけにはいかないですよね。なんとかこの効果を維持したいじゃないですか。そこで大活躍してくれるのが大豆になります。ですから今回お肉に置き換える食材というのはこの玄米と大豆がセットになっているものということになるんですよ。それではいよいよ最後の項目になります。3つ目、どのように先ほどお伝えした食品を食べれば良いのかということで、具体的にその商品をお伝えしていきますね。それは大豆玄米ミートになります。よく大豆ミートというのはよく見かけると思うんですよね。私も実は別動画でもこの大豆ミートを業務スーパーさん編とか無印良品さん編とかですね、2つに分けてご紹介もしてるんですけれども、今回お伝えするのはその大豆ミートだけではなくって玄米大豆ミートなんですよ。これはですね、私も見つけた時はもう飛び上がりましたね。何これって、すごい、こんなにダイエット向けの食材がお肉の形となってあったんですよね。もう感動しました。でもすぐさま手に取ってですね、パッと原材料名をやっぱりチェックするんですよ。もう何を見るかって原材料名です。そこでまた感動したのが、この動画の冒頭でお伝えしました通り完全無添加だったんですよね。嬉しかったです。もう本当に他の商品はですね、添加物がね入ってるんですよ。余計な調味料とかも入れなくていいのにって、もう私が味付けするからもうってね思うんですけど、わざわざね入ってるんですよね。でも今からご紹介するこの商品は一切無添加なんですよ。でしかもこの大豆玄米ミートは もちろんその無添加であったり、もうとにかくカロリーがお肉と比べて断然低いんですよ。なのでお肉ももちろんいいんですよ。やはり良質のタンパク質が取れますから、ダイエットにはタンパク質は必要なんだけれども、そのある一定の量を超えてしまうと腸内環境がですね悪化してしまう。やっぱ要はこうドブみたいにこう腐りやすくなる、その食べ物が腸内で腐りやすくなってしまうので、やはりここはですよ、ダイエットするためにはその普段食べてるお肉をこういった大豆玄米ミートに置き換えていくっていうのが大事になってきます。でしかもお肉以上の実は食物繊維となんとタンパク質もねお肉以上なんです。
これすごいですよね、まあ、もちろんタンパク質 の、ね、その質もあると思うんですけれども、量はもうずば抜けていいわけです。お肉を食べるよりもこの大豆玄米ミートを食べた方が食物繊維もなんとタンパク質も取れちゃいますよってことなんですよ。すごいですよね。しかも先ほど項目2でお伝えした女性ホルモンと似た働きをしてくれるイソフラボンが入ってますからね、もう絶対女性向きですよこれは。そしてなんといってももう嬉しいのはこの長期保存可能なんですよ。いかがですか。やっぱり生鮮の食品、まあ、お肉もそうですが日持ちしないですよね、まあ、たとえ冷凍したとしてもですよ、そんなにこう長く保存したくないじゃないですか。ところがところがこの玄米大豆ミートは、あ、ごめんなさい、大豆玄米ミートは長期保存がね可能なんですよ。だからすごく便利です。もう忙しい、あの私たちですね、特にもう女性って忙しいじゃないですか、まあ、あれもこれもいろんな役割があってもうめちゃくちゃ充実しまくっているこの日々の生活の中でですよ、こういったあの、まあ、缶詰とかもそうですけど長期保存ができたら嬉しいですよね。ではいよいよここから私がもう偶然見つけたこの大豆玄米ミートをご紹介していきたいと思います。2つあるんですよ、2種類ありまして、まず1つ目がこちらです。マイセン玄米、大豆と玄米のベジフィレになります。まるっきりお肉ってね、あのもう言い切ってくださったとかいいですよね、お肉ってよくないですか、もうやったって思いますよね。しかも保存料、着色料が不使用でグルテンフリーです。でこのグルテンフリーっていうのがとっても大事ですよね。このグルテンというのがその腸内環境を荒らしてしまうものですから、このグルテンフリーってすっごく大事で、こちら1袋当たり 100g 入ってまして、原材料名はその脱脂大豆国内製造です。そして玄米粉かっこ米国産ということで、要は大豆と玄米しか入っていないんですよ。でこちらはですね、あの1つ目はベジフィレということでフィレタイプなので、例えばあなたが普段作ってらっしゃるようなこう野菜炒めであったり、あの、まあ、カレーとかシチューとか、もうそういったその炒め料理、煮込み料理なんていうのはもうその簡単に作れてしまうんですよね。もう難しく考えなくていいんですよ。もう私簡単なのが大好きなんです。じゃないと続かないじゃないですか。もう私は続かないんですよね、簡単じゃないと。ですから例えばお鍋とかシチューとかカレーとか、要は煮物ですよね、あの和風の煮物でもいいんですよ、豚肉の代わりにですね、そういったあの、まあ、鶏肉の代わりとかでもいいんですけれども、そのまんまこのベジフィレをですね入れて煮込めば OK なんですよ。お料理と一緒に煮込んでくださいってなってます。でまた炒め物であったり、そのそういった揚げ物ですよねの場合は、一旦やっぱり水やあの要はお湯やだし汁で一旦戻さないといけないですよね。でも戻すと大体 2,3 倍のボリュームになりまして、一旦ですねこうだし汁とかで湯がいていただくと、その下味がつくんですよね。なのでただ湯がくだけよりもやっぱりだし汁で湯がく方が下味がついてさらにこう美味しいってなります。で茹で戻したらそのまま放っておかずに早めに使ってくださいねってことで注意が書いてあるんですよね。でもいろんなのレシピ集もこちらに QR コードがありまして、そこからもうダウンロードされたらいろいろ載ってますので、私もまだまだ今あのどんなメニューにしようかなってチャレンジ中ですので、また別動画で材料を使ったレシピアップしていけたらなと思ってます。ではここから2つ目になりますね、こちらです。マイセン玄米の大豆と玄米のベジミンチになります。今度はミンチタイプですよね。でここでも同じです。もう本当にあの保存料、着色料不使用の丸切りお肉、グルテンフリーということで 100g 入ってます。もちろん原材料も丸切り以上、何が違うかって言いますと形が違うだけです。なのでやはりお肉だってそのそうですよね、こういったフィレタイプを買う時もあればミンチを使う時もありますよね。でこのミンチは もちろん同じように鍋、シチュー、煮物などでもそのまんま入れてしまって OK ですし、やっぱり炒め物にされる場合はどうしてもやっぱり一旦その戻していただくようになりますが、もうたったの2、3分ですね、ほんと入れるだけですから、そんな手間かかることないですし、もう何よりもあの長期保存が効くっていうのが嬉しいですよね。
でこちらはですね、製造者の方が、株式会社マイセンファインフードさんですね、福井県の会社でいらっしゃいます。嬉しいですよね。なんかすごくね、玄米に対する思いがお強くって、もうここにも共感できるねメッセージが込められているんですけども、とにかく玄米の良さを知ってもらいたい、そしてそのいろんなね食のスタイルにお応えできるように、その玄米を届けたいんだけれども、玄米だけじゃなくて今回はなんと大豆ミートとしてのコラボですよね。コラボ商品です。すごいですよね。本当に私今までその大豆ミートで、ね、いろんな業務スーパーさんのであったり、あと無印良品さんの使ったことあるんですけれども、その業務スーパーさんの大豆ミートっていうのはこのマイセンさんと一緒で、フリーズドのドライタイプになるんですよね。パラパラっとしてるんですけれども、無印良品さんはレトルト食品になってますから、もうすでにこう湯戻しした後の柔らかいタイプなんですよ。ただしですね、これは大豆と玄米が入ってくれたことで、その大豆臭さがねかなり消えてました。びっくりしました。やっぱりその大豆 100% だけで作った大豆ミートよりも玄米がですね入ってくれることでもう大活躍なんですよね。ちょっとこうやっぱり大豆の臭みってあったんですけども、そういったのがねもうかなり緩和されてまして、もうめちゃくちゃ食べやすかったですから、おすすめですよ。なので今まで試した大豆ミートがちょっと苦手でした先生も、あれちょっとやっぱりね正直美味しくないですよねとかね、あると思うんですよ。仕方ないですよ、お肉じゃない大豆ですからね。ただしここで玄米効果をさらにこう加えたこの玄米大豆ミートで、大豆玄米ミートですよね。これはですねとっても使いやすいですし、やっぱ味も美味しかったです。なのでちょっと大豆苦手っていう方はですね、ぜひこの玄米ミート、玄米大豆ミート使ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は大豆ミートプラス玄米が入ったこの大豆玄米ミートをご紹介しました。今まで大豆ミート苦手だったなっていう方も、ぜひこの大豆玄米ミートを代用していただいて、普段召し上がってらっしゃるお肉の代わりとして、もう気軽にもういつまでももう簡単にね長期保存もできますから、ぜひお役立ていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。